最古のものとされる、旧大偉人の彫刻、ケルンの旧市役所。旧偉人とは、歴史上、あるいは、聖書、神話、伝説に登場する英雄のうち、中世ヨーロッパにおいて、騎士道を体現する偉大な人物として信じられていた9人の英雄のことである。旧偉人。旧偉人が初めて記されたのは14世紀初期、ジャック・ド・ロン・ギオンの著書である。9人の英雄は、 キリスト教以前、旧約聖書の時代、キリスト教徒の三人組に分けられ、それぞれの分野での騎士、戦士の理想像として考えられた。九大偉人の選定はたちまち中世ヨーロッパの文学、芸術の分野で共通のテーマとなり、やがて不動の知名度を獲得した。九人の偉人は全員が優れた武人であり、 ヘクトールとアーサー王を除く全員が征服者である。また、ほとんどが王あるいは皇帝など、貴族の出身であることも特徴である。彼らは母国に栄光と名誉をもたらし、その武勇は記録に残された。彼らの突出した活躍は、歴史的な文献と結びつき、騎士道精神の模範となった。マロリーの アーサー王の詩を出版したウィリアム・キャクストンなども、アーサー王について語る際、旧大偉人について言及している。ニューヨークのメトロポリタン美術館は旧偉人を描写した15世紀初期のタペストリーの断片をいくつか展示している。また、旧大偉人は、ルネサンス期の仮面劇でも人気の演目になっていた。また、トランプの絵札についても、 この9人の中から相当の人間が選ばれている。一方で、男性英雄については固定されていたが、このアッシュである女性英雄については流動的で時たま追加、変更が加えられている。古代のアーサー王はイギリス内でアングロサクソン人と戦ったにとどまるが、やがてローマ遠征をしたという伝説が追加されている。ありがとうございます。